夫婦の絆を断ち、失踪その名を隠すべきことなり、人月をかまえて私利私欲に用いず、目的を遂げるためには、必ず恥ずかしめをもたえるべきことなり、13人のうち名張左伝藤林一年祭根岸藤忠次と手だれの者3名が隠密秋草新太郎に倒された。これ以上犠牲者を出してはならん。はあ棟梁ご安心あれ。本業と安心が御人歩の技術を尽くし、必ずや秋草はこの地にて、まず袋返しの術を用い事を運ぶがよい。まで足を伸ばすつもりだったが、今夜は吉野で泊まるでしょう。こちらでございます。誰だ、出てこい。私を狙う甲賀の忍者か。とんでもございません。それが使命は老中増平定の様に新太郎様護衛を仰せつかりましたいが者、菅野黒兵衛。あの者が使わした護衛は、いやまあ、たってはお話もできませんで、さあどうぞどうぞこちらに。その姫の顔に何か。まあお互いはごもっとも。まずはこれを。秋草新太郎と松平定信、定信の筆跡のようだ。そのものずばり。この者伊賀の忍び者。とかく何かの役に立つと存じ使わせし者、心置きなく御用申し付けられたく、定信秋草新太郎殿。
シャオウェイさんは味方の忍術会なんだね。私まで置いてきぼりはひどいぞ、坊や。お互いは入りましたか。さてな、聞くところによれば、忍者は他人の叱責を真似ることなど浅めしまい。そのようなことは。あ、しかし、疑えば夜道に己の影にも怯えるとか。杖の黒部よろしく頼む。はあ。黒部、命に代えまして。危なかったな。もし黒井さんがよかったら、今頃おいらもおじさんも奥は奥でも棺桶に入っているところだね。うん、そんなところだ。黒井さん、忍術うまいのかな。おいら今まで忍術界だけは付き合いがないから、これから先楽しみだな。ねえ、おじさんもだろ。うん、まあな。聞いてんの？考えてる。何を？黒部さんさ、話がどんどん運びすぎる。叩き終わってんのかい？だって3人とも偉いとこだったんだぜ。しなよ、疑うなんて。それもそうだな。ああ、腹が減ったな。晩飯の用意できておりなさい。相手を倒すのに手段を選びません。まず一番恐ろしいのは毒薬。まずそれがしが毒味を捕まる。これなら大丈夫。ささ、どうもお待ちどうさま。砂でも泥水でも平気な兵だ。おいらその忍術ってのはどう見るか分かんないんだけど、トランパっていうのは忍術なんだろ。いやいやいや、そもそも忍術とは。どうかまわん、私にも参考になる、聞かせてくれ。あ、いや、歴史は古くなる。天武天皇の御代、後進の乱の時、老いの大和が初めて忍術を持ち、後に老いの孫太夫、下杉の木猿小猿、音羽の木戸などという名人上手が現れて、今日の伊賀甲賀の忍法を築いたと聞きおりなさい。それでどんな術があんの？金遁、木遁、水遁、火遁、土遁の5つ。これを陰陽五行の術と称して、これが天地三才三十法に分かれます。天道十法とは、日遁、月遁、朝遁、雨遁、霧遁、電遁、雷遁、風遁、雪遁。地遁十法が、木遁、草遁、火遁、玄遁、土遁、奥遁、金遁、石遁、水遁、油遁。人道十法が、丹遁、女遁、老遁、幼遁、気遁、仙遁、金遁、重遁、中遁、魚遁。つまり、神羅万象すべてこれ、大自然を利用するのが忍法というもの。試しに手を打ってもらおうにろ。こうかい？いやいや、もっと強く。もっと。あれ？へえ、驚いたな。手を打つために注力が手に集まった。その一瞬の今日、これを利用するのが忍法というもの。しかも常日頃の鍛錬が大切でござる。それで？幅跳び三元、飛び降り五十尺。歩く速度は一日四十里。耳は普通の十四倍、目は八倍。夜も見え、鼻は三倍。手足の関節は折り、このように自由に外せる体となりますがいい。へえ。
忍者たるものこれぐらいは朝飯しまい。クラベさん、おいらも忍術家になれるかい？ちょうどそれがしが習い出したのも同じような年頃でござったぞ。長い歳月、厳しい修練を経て一人前の忍び者になる。クロベは忍者に満足しているか？もちろんでござる。命ずられるままに命を懸けて働き、成功しても己の手柄とならず、失敗するときは刀にて顔を刻む、あるいは火にて己の顔を焼いて名を隠す。それが忍者の起きていく。闇から闇へ消えていく。忍者の宿命とは儚いものと思わぬか？それこそ忍者の本望。ならばよい。まあ、人間としてもっと別の生き方があることも考えるがよい。雑草でもよい。健やかに伸び伸びと。太陽の下を大手を振って歩ける人間が、人間としての生き方、幸せと思うが。今のままでも幸せでござる。おいらもう忍術家になるのやめたーっと。どうした黒部？ご遺弾があるな。クソロ待て。大丈夫か、クロベ？なんの、それがし一人で。ああ助けてお手が。それがしの歌い、全く張りましてでござるか。やめぬか。黒部を召し抱えたこともなし、あくまで同じ立場の人間と人間。私のことは秋草でも新太郎とでも呼んでくれな。はよし、ついでにこの先を調べてまいりましょう。さあ新作さん、よく見てなされや。入り込んだな。太郎丸、俺
お主の忍法を捨て身のおかげだ。秋草めすっかり信用した。敵に仕えておいて時期を見て目的を果たす忍法袋返しの術、黒部見事だ。この上は奴を。人舐めで体はしびれるが、黒部合図は鳥の鳴き声だ。感動。上野原から下取沢へ向けます。先々しても高賀の忍者の目をくらませるためにはもっけの幸い。道案内を頼む。かしこまって。新作さん、背負ってやろうかな。冗談じゃねえや。山の道じゃな、おいらの得意中の得意さ。飲ませろ。闇から闇へ消えていく忍者の宿命とは儚いものと思わぬか。バカ、忍者に情けは禁物だ。太陽の下を大手を振って歩ける人間が人間としての生き方、幸せというものだ。黒部、何を考えて。いえ、別に。少し休まぬか。おじさん、水飲むかい。うん。黒部、どうしたのだ。はい。今だぞ。お前は甲賀の忍者以外の人間にはなれんのだぞ。それがしの役でござる。ち、俺の持ってきた水だぜ。怒るな。黒部は私たちのことを心配してくれてるのだ。大丈夫だよ、でござる。当たり前だ。流れがあった。今度くら、気をつけてな。おや、すまん。黒部、でかしたぞ。このうちに早く。しびれ薬で死人も同然だ。我ら甲賀衆に手向かうやつの最後だ。あ、止め。しびれ薬を。心やましければおのずと態度が変わる。忍者としては不覚であったな。知っていたのか。いつここで死ね。あ、
死の忍者と呼ぶ。忍者としてその方は失格した。これからは人間らしく生きるのだ。秀作、何をグズグズしている。今こそ新太郎様の力になって差し上げる時だ。甲賀十三人衆から本当にお守りする時ぞ。行け、行くのだ黒目。おーい新作さん、な、許してくれ、許してくれ。やめない。ご主人様、どうぞお供を。